スピカに接近してきた二人はレイバイシでした。今話しかけても KY じゃないかしら。いや、そもそも何やってるかよくわかんないし。そうね。スピカ、今日こそ話を聞いてもらうぞ。あなたたちは？俺たちは、なんだっけ？オカルト部でしょ？あ、そう、俺たちはオカルト部だ。オカルト部？あなた、横にいる彼のこと見えてるわよね。え、僕のことかい？まさか方向音痴すぎて授業中にハワイに行っちゃうなんて。ほんと自分が嫌になるよ。で、どうだったんですか、ハワイでは。いやー、最高の旅行だったよ。旅行って言っちゃってんじゃん。でも、ちょっと怖い体験もしちゃって。怖い体験？実は、ペーター君が。ペーター君と二人で帰れてよかったよ。何言ってるの？三人でしょ。え？どういうこと？あ、そうか、トタケケさんには見えてないのか。実は僕の隣に今、幽霊がいるんだよね。え？幽霊？すまん、今までお前と一緒にいたけど、ハワイから出るって言うなら、ここで俺はお別れだわ。ああ、そっか、それは残念だね。トタケケさん、霊ぽよ、離島にはついていかないって。霊にぽよつけるのは斬新すぎない？てか、ペータ君、幽霊見えるんだね。そうなんだ、僕は生まれつきなんだけど、見えない人も見えやすくなるきっかけとかもあるんだって。それが何かちょっと忘れちゃったんだけど。へえ。ちなみに戸田ケケさんの後ろにもいるよ。え？ I have a pen。 違う、 I have a pen。 違うな、 I have a pen。 これも違うな。必死に英語の勉強してるみたい。幽霊の留学生。へえ、幽霊って至る所にいっぱいいるんすね。みたいだよ。なんか結局怖いのかどうなのか複雑な感情になったけど。あ、そういや、うちの学園にそういうの詳しいやついたな。私、ここ数年で幽霊が見えやすくなって、それで、彼とは最近出会ったの。あら、あなたは初めましてよね。うん、初めまして。え？いやいや、いつも会ってるじゃん。あ、ごめんなさい。スピカ、お前も移動するか？え？ちゃんと見えてるか？え？先生も、見えてるの？は？そりゃ俺は黒板見えるだろ。何言ってんだ？あ、ごめんなさい。やっぱり君以外には見えてないみたいだね。そうみたいね。もしかしてスピカちゃんを探してるの？どこ行った？スピカちゃんなら屋上で一人ごきげんようごっこしてるよ。びっくりした話、クリビツ。だからどういう状況？急に言われても僕生前のこと何も覚えてないしな。なるほど、あなた何も覚えてないのね。うん、幽霊ってみんなそうみたいだよ。それはクリビツ。もしかしてあなたたちにも彼が見えるの？ああ、もちろん。だって俺たちはなんだっけ、霊媒師でしょ。そう、霊媒師だからな。先祖代々そういう家系なんだ。え？っていうことは、僕、お祓いされちゃうのかい？あ、いや、そうじゃなくて。あ、何から説明したらいいか。幽霊には2種類あって、善良な霊と悪霊。そして彼は善良な霊、私たちは悪霊を払う霊媒師というわけ。彼みたいな善良な霊に生前の記憶がないのは、悪霊が関係してくるんだけど。そうだっけ？記憶力ねえな、こいつ！しょぼーん。あ、ごめん、ツッコミだから、本気で言ったわけじゃないからね。愉快な霊媒師さんだね。そうだね。まあ細かいことはこれから説明していくとして。何が言いたいかっていうと、今日からスピカはこのオカルト部に入ってもらって、そして俺たち二人がお前のことを全力で守っていくってことよ。守る？ラムネちゃんってなんで自分の話したがらないの？それは実は過去にすごい恋愛してたりして。いや、そんなことは。本当かな？
いいから早くジョッキーさんのカフェ行きましょうよ。またごまかされちゃった。見つけた。